は本日は変人を冷遇する組織に未来はないというテーマでお話をしてみたいと思っております。最近面白い書籍を読みまして、それを参考にしてお話を進めようかと思っております。滝本哲文さんという方が書かれた戦略がすべてという書籍です。新潮新書から出ております。2012年に京都大学の山中伸弥教授がノーベル医学生理学賞を受賞したということは皆さん記憶にまだまだ新しいと思います。まあ、この受賞を機にですね、山中教授がやられているプロジェクトに10年間で300億円のファンドが決定したということなんですね。まあ、かなり、ね、大規模で、多額の投資を受けることができたということでね、素晴らしい話だとは思うんですけど、山中教授のプロジェクトというのはね、では最初スタートした時からそういうふうな恵まれた状況で進めていたのかというふうに問われますと、必ずしもそうだったわけではないということなんですね。このノーベル賞の受賞の元となった研究は、当初はですね、なんと3人のスタッフしかいなかったということなんですね。予算も5000万円程度だったということだったんですね。そして、まあ、このノーベル賞を取ったのは iPS 細胞というテーマであったわけなんですけど、ではなぜこの iPS 細胞を選んだかと、テーマにしたかと言いますとですね、これはですね、実は異端のテーマだったわけですね。なかなかやっぱり予算とか出してもらうことができないということだったので、誰もやってないような取り組んでないようなね、変わった突飛なテーマでね、目立つ必要があったということなんですね。そして、成功する可能性が非常にね、低いと、どうせ無理なんじゃないのと、言われるようなテーマでもあったということなんですね。ですから、どうせならね、目立つというか予算を取りやすいというような方向性からもですね、このテーマがいいんではないかということで iPS 細胞を選んだということなんですね。そしてですね、科学技術振興機構というものがありまして、それがですね、その研究者がいろいろと審査をして、それで、一人でもね、通った、気に入ってくれたら投資がある程度下りると、予算がある程度つくという仕組みになっているらしくて、そこはですね、多数決というのではなくね、一人でもちょっと面白いんじゃないというふうに言ってくれる研究者が出てくると、予算に OK を出してくれるということになって、そういう仕組みだったらしいですね。こういうちょっと変わった仕組みだったんで、こういうね、ハイリスクハイリターンなプロジェクトでも予算をつけることができたということなんですね。成功の低い可能性は非常に低いんでね、でも当たれば大きいから、やらせるだけやらせてみようよみたいなね、感覚もあったということなんですね。そして、このスタートですよね。こういう偶然だけど、ちょっとね、面白いからやってみなさいよと言ってくれる人がいたからこそ、そして予算をつけてからくれたからこそ、後のこのノーベル賞というものがあったということなんですね。ですから非常にやっぱりね、ラッキーだったと言えるわけですね。現在も過去もそうですけど、多くの組織でですね、物事を決定する場合の決定の合議制というのはね、ほとんどがね、多数決という形で取られてますよね。でこの多数決というのがね、ベストの結果を必ずしも生むものではないということのね、いい例だったのではないかなというふうに言われていますね。実際ですね、このベンチャー企業の投資とかの世界を見ましても、ベンチャーキャピタルの投資の投資するその、決済ですよね、決定権もね、このような例が多いということなんですね。大成功したベンチャーのプロジェクトというのはね、当初はどこに持ってってもほとんどのベンチャーキャピタルから断られるということが多いらしいです。そして先ほどの山中教授の例みたいに、たった1社からね、じゃあしょうがないからやってみますかというような状況で投資をようやくもらえるというケースというのが意外にも多いということなんですね。
逆に言えばですね、多くの人から期待されて、じゃあぜひ頑張ってください、ぜひ頑張ってくださいというような状況で、いろんな人からね、期待されて、そして、投資を申し出されるというようなプロジェクトというのは意外とね、必ずしも成功するわけではなく、それが失敗する場合も結構多いということが言われております。検索エンジンでね、今はナンバーワンというと当然 Google ということなんですけど、その前はね Yahoo という存在がありましたね。そしてこの検索エンジンというものが世の中に出てきた当初は Yahoo というのが、まあ検索エンジンの主流だったわけですね。そしてこの Yahoo を打倒せよということで、いろんな会社がですね、いろんな検索エンジンを作ったということなんですね。そこの中には Google もあったけど、 Google もですね、当初から非常にこう期待されていた存在ではなくね、その他諸々の一つに過ぎなかったということなんですね。そしてそこから Google がどうにか投資とか予算をつけることができるようになって、ぐんぐん伸びてきたということなんですね。まあ、こういう例というのは非常に多いですね。人類自体もそういうことだということなんですね。我々は人類というのは、まあ、お猿さんからですね、人になって、日本二足歩行をするようになって、人になっていったというようなイメージがよくありますけど、じゃあ人類が一種類だけでね、それがお猿さんから人間になっていったかというと、そうではないんですね。人類というのは実はね、一番多い時には20種類ほどの人類がいたということなんですね。まあ我々はホモサピエンスという種族なんですけど、まあネアンデルタル人とかが有名ですけどね、その他いろんな他の人類がいたと。そこの中でもネアンデルタル人というのが一番強くてね、一番能力も高くて、一番隆盛を誇っていたと。文明も高くてね、隆盛を誇っていたらしいんですね。まあ、あの世の中を支配していた時期も非常に長かったということなんですね。しかしそこの中でホモサピエンスというのは、まあ、一人の弱小な種族に過ぎなかったんだけど、それが逆転して力をつけてきたということなんですね。まあ、イノベーションというのは、まあ、いろんな意味でこういう形をとりますよね。資本主義というのもイノベーションの一つの、まあ、形態とに非常に即しているというところが言えるわけなんで、まあ、なぜかと言いますと、世の中の変化というのは少数意見が、それまでの大多数の意見をある時ドーンとこう打ち崩してですね、その少数意見が大多数を占めると、そして主流になるというようなことの繰り返しなわけですね。歴史というのはそういう下克上とかね、そういうものの繰り返しということになっているわけなんですけど、その変化のターニングポイントですよね。そこにですね、投資するものが一番儲かるというような考え方がこの資本主義であり、資本主義の考え方の基本なんですね。投資の世界というのもそこにですね、うまくかけて大成功した人がやっぱり大きな利益を得ることができるということなんですよね。ですから投資家というのはですね、まあ選択と集中といって、ここに全ての財産をかけてボーンと成功するというようなやり方もあるときは必要なんですけど、しかしね、自分が持っている資産の投資額のうちの一定割合をですね、ハイリスクハイリターンなものに分散してかけておくということも必要なんですよね。必ず儲かるとか絶対うまくいくものばかりにずっとかけていると、先細りになってね、変化に非常に脆い組織になっていってしまうということなんですね。ですから、まあハイリスクハイリターンの当たるか外れるかわからないけど、でも当たれば大きいというようなものにいくつかにね、ちょこ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 と予算を割いていくということも必要だと言われているということなんですね。ということでね、まあこの滝本哲文さんの戦略が全てという書籍はね、このようなことを述べております。まあこの辺まではね、いろいろと参考にさせていただいて、この辺からがねちょっと私なりの考えもいろいろと含めて、お話をしてみたいと思っておるんですけどね。つまりね、まあ人間というのは、まあ組織というか世の中というのはね、主流派があって非主流派があると。主流派というのはね、人数が少ない
いわゆる変人ということなわけですよね。そして多くの人が主流派で効率よく成功する確率の高いものにトライしていくけど、そこにですね、そういう常識とか効率とかね、安全性というのを無視して、その当時その主流派から見たら変わったことにエネルギーを注いで頑張ってるやつというのがいるということなわけですね。それがいわゆる変人ということなわけなんですね。そして変人というのはそういうものに非常に頑張って世の中から他の人から見るとあんなもので飯食えていけるのと、そんなもので生きていけるのかと、アホちゃうかと言われるようなことに一生懸命取り組むと。そしてそれがですね、ハイリスクハイリターンで、うまくいく確率は非常に低いけど、それが成功してするとですね、一気にその新しい時代のシェアを自分でバーンと大きく取ることができる、すなわち大成功を収めるということができるということなんですよね。そして投資する側の人間から見るとそういう人間を見つけてですね、こまめに投資しておく、ケアしておくことも大切であると、そういうことをしていかないと未来がなくなるということなんですよね。すなわち変人というものを大切にすることをしない組織に未来はないよということなんですね。これがですね、今回のテーマにこういう形でつながってくるということなんですね。以前私のチャンネルでもご紹介させていただきました北野由也さんという方の書籍の凡人が天才を殺すという書籍があるというお話をいたしましたけど、この中ではですね、世の中は天才と秀才と凡人というものがいると、一人の人間の中にもね、そういうエッセンスがあるというお話なんですけどね、ちょっと面倒くさくなるので、ここはね、大雑把に天才と秀才と凡人が世の中は大きく分けて存在すると、そしてですね、この中で一番大切なのは誰かというと、実は秀才であるというような形ですね。皆さん大切なわけなんですけど、秀才というものを味方にできるかどうかというものがですね、天才の大きなポイントであると。天才っていうのは大体好き勝手にね、世の中の流れ構わず自分の好きなことに突進する人々で、それをですね、天才がケアしてくれるかどうかで変わってくるということなんですよね。ですから良い天才とか悪い天才、良い凡人悪い凡人というのはちょっとね、考えつかないんだけど、天才にはやはり良い秀才には良い秀才と悪い秀才がいるということなんですよね。ですからね、この秀才というものが天才をケアするかどうかで決まるというのは、先ほどのこの滝本さんの書籍である投資家がですね、変人に対して、きっちりね、投資をすることができるかどうかということに関わってくる、つまり変人の味方になることができるかどうかということと非常にこう共通している話なんじゃないかなと、北野さんの主張されていることとこの滝本さんが主張されていることがですね、投資の分野ということとまたちょっとね、北野さんは割合とその組織論みたいな切り口なんですけど、違ったジャンルなんだけど基本的には似ている、同じようなことを言っているじゃないかなというふうに思いましてですね、非常に面白いなというふうに思ったわけですね。そしてですね、現在の日本はどういう状況かと言いますとですね、非常にね、ちょっと渋い、厳しい状況にいるというふうに思いますね。特にね、このコロナウイルスがあって、増税があって、株価が大変動しているという時にですね、非常にね、対処の仕方がまずいなというようなことは多くの人が言っておりますよね。出資の仕方もまずいですしね、どうなっているんだというところがありますけど、財務省というのはね、やはりエリートで秀才中の秀才というような方々が集まっているという組織なんですけど、正直言ってね、現在のところのこの財務省の秀才の集め方というのはあまりね、いい集め方なんじゃないんじゃないかなというふうに思ったりするわけですね。というか良い秀才も財務省とかそういう官僚には入ってくることもあるんでしょうけど、優秀な人は意外と官僚は辞めてしまうというのはよく聞きますよね。やっぱりね、優秀な人が居にくい、居心地の悪いような組織形態になっているんではないかなというふうにね、思ったりするというふうに思いました。
そういう意味ではね、変人を冷遇する組織に未来はないというふうに、そういう見地から見るとね、まあ、日本の特に官僚とかね、あり方もちょっとこう変わっていってもらえるといいかなというふうに思ったりしましたね。まあ、というような形でですね、まあ、長々とお話をさせていただきました。よろしかったらコメントとかチャンネル登録などいただけますと嬉しいななんて思ったりいたします。では長い時間付き合いいただきましてありがとうございました。失礼します。